一瞬舐めるかかじったけど、でもその後に食べる。秋田豚大好きだ、ナコは。そうそう。ごめんね。よっ、体調ありますよ。658もある。朝2回食べてるんで、朝昼1回。中田さん、照り焼きをさ、2ミリ用意しといて。また今日ちょっと食欲増進かけますからね。はい。だから栄養補助死んでください、ね。はい。24時間絶食。はい。24時間止めてください。明日の夜まで食べんかったら、また明日の夜からやってもらうと。なるべくハンドフィーディングとか。ラキサトーンは使っていいから、ラキサトーンね、あのペレットに向いて食べさせるとか、しもしに落としとくとか、そんなことはしていただきたい。ラキサトーンと薬は、うん、やってください。それはやってください。よし、すいません。スーパーライザーを開けてください。用意して。ここでやった方がいいかもしれない。結構どっか行っちゃうから。この辺ね、体の全体。はい、その間に用意します。1分ですか？そうですね。とりあえず1分で。はい。足りなかったらまた。ラキサを、あの、0.7 結構、チンチラ来るじゃないですか。食べんくなっちゃって、ね、栄養補助かけて。他の子みんなちょっとずつ食べ始めてるんだけどね、みんな。うちの子だけ何も食べないんですよ。大抵ペレットの方から食べ始めてるね、チムシーより。で、ペレットはもう大体定量をね、2% ぐらい食べて、あとチムシーがっていう子が多いんですけどね。やってる時間もだって絞ってますよね。さ、こんな夜遅くまでやってないでしょ。もう一回。もう一回。もう一回。チューマットを使ってましたっけ、はい、あれもかじらない？昔よくかじって、しょっちゅう買い替えたんですけど、食べちゃって、かじらない、かじらない、なんかかじ、もうかじりも全然かじってくんないんですか？ちょっとまた、あの木かなんか新しいの入れて、かじらせてください。チムシー食べてる子だったらいい、かじんなくてもいいけど、全然食べなくて、昔はあの木の小屋とか、全部かじかじで、かじかじしてたんです。なんか最近見たんだけど、チムシーの小屋もありますね、最近ね。チムシーの小屋。小屋。あ、はいはい。なんか、チムシーで。なんか悪い感じの。そうそう、チムシーできた小屋を、あるのも面白いですね。チムシーの、まあ、島とガチなかったチムシーの小屋。これあの、そういう小屋も多分ガチんないかもしれないけど。はい、じゃあこんな感じですね。はい、お願いします。
もさ、簡単に言うとさ、なかなか300も出ないからさ、栄養補助かけてる子たちは。200前後出ればいい方ですから。めっちゃそうなんですよ。200前後ではまあいいかな、そうするとなんとか体重が維持されるかなと。この子増えてきましたもんね、ちょっと体重。元々700くらいあったんで。あ、そうか、あったんだ、ね。元々あって、これでダイエットできたんです。650まで。そういうことね。ちょっと少ないのだと640の時もあるんで、うん、でも昔に比べたらかなりダイエットした。あ、そうなんですね。でも今別に栄養状態は悪くないんですよ、ね。触った骨格に対する栄養状態はね、ちょうどいいの3とすると3.1ぐらいありそうな感じなんだけど。はい、楽にして。ちょっと顔。今なんか壁切りとかやって、顔をこっち。サプの中を踏んでたのが、それは今やらなくなって、滑車はちょっともあるんですけど、そういうのは全然。運動が少ないんですね。場所かな。でも昔はこう、手の中でもバーン、バーンっていうちょっと。前足にしたいんですか、それは。よいしょ、はい、シプロヘプタジンという食欲増進剤と、はい、これは好きなやつね。はい、頭をちょっと、はい、一回離してじゃん。はい、頭を、はい、軽くとかします。今飲んだ食欲増進剤を1時間ぐらいで効いてきますから、はい、そしたら並べてくださいね。じゃあちょっと24時間、24時間、はい、あの栄養補助出して1時ごろ最後の休みなので、うん、明日の、まあ、うん、明日の夕方まで夕方、はい、はい、ですね。で薬をまた2週間とラキサと注射器3本ね、はい、からこの子レボリューションは、あ、これつけますね。3月ってつけ、うん、そう、寄生虫予防、2月22だもんね。これつけさせてください。いろんなとこ大きく来るんで。でまあそう、飲みはつかないんだけど、外部寄生虫、あのちっちゃいやつね、顕微鏡で見なきゃ分かんないね、ちっちゃいダニとかね、お腹の中につく寄生虫とかを予防してくれますんでね。はい、じゃあカゴをそれを下に乗っけてもらって、ごめんなさい。じゃあこちらまたもう一枚出してきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません、じゃあちょっと、はい、今から20時間ちょっと様子見てくださいね。はい、受付すいません。